大数的位相気科学は、大数的手法を用いる位相気科学の分野のことを言う。古典的な位相気科学は、図形として取り扱いやすい多面体を扱っていたが、1900年前後のポアンカレの一連の研究を契機として20世紀に発展した。ポアンカレは1895年に出版したアナリシス設置図の中で、ホモトピー及びホモロジーの概念を導入した。 これらは今や大数的位相機科学の大きな柱であると考えられている。多様体、基本群、ホモトピー、ホモロジー、コホモロジー、ファイバー束などの位相空間の普遍量として大数系を対応させ位想的性質を大数的性質に移して研究する。以下に大数的位相機科学で研究されている主な領域をいくつか示す。 数学においてホモト P 群は位相空間を分類するために大数的位相幾何で用いられる。最初のかつ最も単純なホモト P 群は基本群であり、これは空間のループに関する情報を記録している。直感的にはホモト P 群は位相空間の基本的な形状あるいは穴の情報を記録している。代数的位相幾何や中小代数学において ホモロジーは、位相空間や群などの所要の数学的対象に、対してアーベル群あるいは、下群からなる列を対応づける仕方である。単体的副体は、ある種の位相空間であって、点、線分、三角形やそれらの N 次元の対応物を、接着することで構成される。単体的副体を、現代的な単体的ホモトピー論に現れるより、抽象的な概念である。 単体的集合と混同してはならない。単体的副体の純粋に組み合わせ論的な対応物が中小単体的副体である。CW 副体は JHC ホワイトヘッドがホモトピーロンの要請に従って導入した位相空間の一種である。この空間のクラスは単体的副体のクラスよりも広大であり、かついくつかのより良い県論的性質を持つが、なお計算を許す。 組み合わせ論的な特質を保っている。ありがとうございます。